こんばんは。ゆっくりマリサです。ゆっくり霊夢です。いつもご視聴ありがとうございます。品川駅の港南口から続くリニアの工事現場な。こういう時期だとリニア兵の期待とか話題にしにくいね。そうだな。この辺りの工事はとても地味だから知らない人は多いかもな。今日は何をお題に話をしてくれるのかな？今日は蒸気機関車だ。品川駅に来た D51498 の現役最後の姿。そう言っても498号は現役じゃない。うん、一度生体保存されて復活した D51 な。今日は品川駅に来たところから話すぜ。3月で185系電車が都心から消えると聞いたので、品川着の湘南ライナーを見に行ったんだ。コロナニュースでおなじみの品川駅港南口ね。うん、人少ないだろ。新幹線乗るときは港南口に車をつけてここから乗るんだが、新幹線の改札口たどり着くため人混み横切るのに技がいるぜ。本当だ。人少ないね。1年前の半分かな。改札抜けて9番線ホームに降りたんだよ。特急踊り子？あ、行き先表示を変えているのね。ラッキーだったわね。朝7時45分ぐらいな。鉄道ファンも多いな。この 3724M だけ品川止まりなんだぜ。ホームライナーって全部東京駅じゃないのね。これから10年以上前の話をするぜ。品川駅が大きく変わった時な。ホームの先端から品川車両センターが見渡せてな。一時望遠レンズで写真撮ったりしていた。マリサは走る機関車や電車より止まっているのを撮るのが好きよね。駅取りがメインだな。効率を考えたり、ハプニング期待だな。これから車両センターあたりや港南口あたりが劇的に変わっていくのよね。そうだな。広々とした品川駅の風景ももうすぐ見納めになっちゃうよな。アップすると河川やポールでごちゃごちゃね。これから15年前の同じところを出すけど、当時のごちゃごちゃから今はさらにすごいな。今から15年以上前の2004年品川駅で鉄道ファンのイベントがあったんだ。電気機関車が特急のヘッドマークつけているわね。EF85、EF81、EF56、EF551号機な。品川の操車場すっかりなくなったよね。高輪ゲートウェイ駅になったもんね。もっとアップするとこんな感じだ。マリサの下に D51 がいるわ。駅のホームからイベント会場までの移動に使われたな。とても豪華なイベントねー。そうだよな。今は世知辛いもんな。品川駅9番線ホームの赤ナンバーの498号機な。うまく人が入らないで取れたわね。D51 と東京タワーね。なかなか見られない景色だよな。この頃まだここにターンテーブルあったんだぜ。近所のサラリーマンたちがガラケーで写メしていたぜ。15年前だけど、何か微妙に今の品川と違う雰囲気ね。そして9番線ホームからイベント会場の田町車両センターまでお客さんを乗せていくんだ。こういう鉄道イベントが鉄道100年を記念する昭和47年にあったんだ。それに D51498 が来たんだ。この年はいろいろなところで蒸気機関車絡みの鉄道100年イベントあったね。そうなんだ。俺は無縁化された八王子機関区に D51 が来ているという話を聞きつけ行ってみたんだ。煙もくもくね。まあ、これは暖房車の釜の煙もあるんだが、早速中に入ってみたんだ。D51498 ね。羽越線の坂町機関区から線2号機と共に八高線のイベントのために借りてきたんだ。498号が八王子で線2号機は高崎な。微妙に今の498号と違うんでしょ？この絵だとつらら落としがついていたりシールドビームの形状が違っているな。これは駒川駅な。普通の D51 の姿ね。特に装飾もないし。八高線で上り下りの D51 を見ることができたな。これはかまぼこドームの線2号機な。拝島駅だけどすごい人だったぜ。八高線でイベントやると危険行為が多くて JR は高崎の蒸気機関車を八高線で走らせないよね。この1ヶ月のイベントの後、D51498 は廃車になり生体保存されて、平成に入り劇的に復活したんだ。うん、みんなよく知っているよね。俺は食わず嫌いで D51 はあまり好きじゃないけど、いつまでも大事に現役を続けてもらいたいぜ。まあ、江戸時代以前から生きているマリサも記録を残し続けてちょうだいね。そうだな。また見に来てくれだぜ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ぜひともお願いします。